内輪差とは、四輪車、またはそれ以上の車輪を持つ車両がカーブを曲がる際に、回転中心側の前輪と後輪が描く円弧の半径に生じる差のこと、またはそのような差が生じる現象のことも指す。四輪以上の車輪を持つ自動車は、一般に二つの前輪に打角を与えて、カーブを曲がる。この際、回転運動に伴って前輪が描く円弧に比べて、後輪が描く円弧は、 半径が小さくなる。回転中心側の車輪に着目すると、あと内輪は前、内輪よりカーブの内側を移動することになる。これが一般に内輪差として知られる現象である。一部の特殊自動車のように後輪で操作する場合は、前輪より後輪の方が外側を回ることになり、これも内輪差と呼ぶ。回転中心の逆側でも同様に半径の差が現れ、 これは外輪差と呼ばれる。内輪差は外輪差よりも大きい。内輪差は回転半径を小さくすると相対的に大きくなり、また自動車のホイールベースが長くなるほど大きくなることが知られている。乗用車やトラックは一般に前輪ソーを採用しているが、運転者は前輪に近い位置でソーを行うため、体感的には前輪の回転半径を基準として、 カーブを曲がる傾向にある。しかし、後輪はそれより内側を回ることになるため、前輪の位置では避けられたものが、後輪の位置で避けられず衝突してしまうということが、起こりうる。あるいは、カーブ内側に排水口などがある場合、予期せぬ脱輪を起こすこともある。特に交差点においては、左折時、または右折時において、歩道や歩道寄りにいる歩行者や軽車両、自動二輪車等に、 降臨、後輪またはその周辺が衝突してしまう巻き込み事故がしばしば起きる。特にトレーラーや連接バスは内輪差が通常の車両よりも大きいため旋回時に内側に入る場合は注意を要する。内輪差によって生じる問題はドライバーの意識的な操作による回避策に加えて様々な対策が提案されている。誤った対策として首振りと呼ばれる。 事前に曲がりたい方向と逆にステアリングを操作して、車両とカーブ内側との間に隙間を作ってから右左折を始めるドライバーがいる。これは道路交通法の車両は左折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に、よりかつできる限り道路の左側端に沿いつて徐行しなければならないとの定めに反する違法な通行方法であり、 内側を開けるような動作になり巻き込み事故を誘発する可能性もあるので非常に危険でもある。また、途中で歩行者を発見するなどして一時停止すれば、道を大きく塞いで交通の円滑をも損ないかねず、さらに右隣の車線を通行する車両に接触、衝突する危険もある。できる限りとの定めなので、大型トラックやバスで狭い路地に入る時などこの方法によらなければ、 通行ができない場合は、やむを得ないが、普通自動車や軽自動車で、普通の道を右左折するにもこの方法で行う、ドライバーが見られる。信号のあるような交差点は、大型トラックやバスが左側いっぱいに寄せたまま、左折できる広さが確保されているので、大型トラックやバスでもこの方法で右折しなければ、ならない場面はそれほど多くなく、まして乗用車やミニバン程度の車体寸法では、 ほとんどないはずである。そのため左折においては、左側端に沿って走行できるような速度まで減速してから進入する必要がある。ありがとうございます。